ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふう、暑い日が続くわね。そうだな、こんな日は低体温症に注意しないとな。魔理沙、それを言うなら熱中症でしょ？いや、低体温症で合ってるぜ。真夏に低体温症ってどういうこと？その奇妙な事件が起きたのは、真夏のロシアだ。今回はこうした、未だ解明できない世界の謎を5つ紹介していこうと思う。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. ハマルダ湾事件。ロシアが誇る世界一の透明度と貯水量を持つ美しい三日月型の湖、バイカル湖。まずはこの湖の南を通る山脈、ハマルダ湾山脈で起こった不可解な遭難事故について紹介しよう。事件が起こったのは1993年のことだ。やっぱり山って足場が悪いし、急に天候が変わったりして、事故が起きやすいよね。そうだな。突然の悪天候や滑落が重大な遭難事故につながることは多い。しかしこの事故はただのトレッキング中の遭難事故ではなかったんだぜ。どんな事故が起こったのかしら？1993年8月2日、ハマルダ湾山脈にトレッキングにやってきたのは、男女含めて7人の登山チーム。チームのリーダーは登山インストラクターの40代女性、ユドミラ・コロビナだ。そして彼女の教え子のアレクサンドル・クリシン、タチアナ・フィリペンコ、デニス・シュバチキン、ビクトリア・ザレソバ、ティムール・バパノフ、バレンチナ・ウトチェンコら、10代から20代の若者たちを含めた、7人でハマルダ湾を登ることになったぜ。登山チームのメンバーは若い人がほとんどなのね。登山の経験が不足していて、事故が起きてしまったのかしら？彼らは年齢こそ若いが、しっかりトレーニングを積んでいたから、経験不足ではなかったぜ。それに若い分、体力は無尽蔵だ。それもそうね。登山初日の天候も良く、登山の出発前に不安点はなかったぜ。しかし不可解な遭難事故は起きてしまった。一体どんな遭難事故だったの？結論から言おう。この遭難事故では、バレンチナ・ウトチェンコ以外の6名が全員命を落としてしまったぜ。7人の登山チームが、1人を残して全滅ですって。一体彼らに何が起こってしまったのだろうか？登山がスタートした8月2日の天候は快晴。7人はいいスタートを切った。しかし2日後の8月4日に天候が悪化し、大雨が降ってくる。まさかこの大雨が原因になって。いや、登山で急に天候が変わるのはよくあることだ。一行も雨が止むまでキャンプを張り、落ち着いて対処したぜ。ほ、よかった。翌日8月5日はリーダーのユドミラの娘、ナタリアの登山チームと合流予定の日だった。しかしいつまで経ってもユドミラのチームは現れなかったんだぜ。合流場所に現れない母親の登山チーム。まさかもう事故が起きているんじゃ。そのまさかだ。しかしナタリアがその事態を把握する方法はなかった。前日の悪天候の影響で母親たちは合流できないと判断し、先に進んだ。電話で一報入れたらよかったのに。そこまで一般に通信機器の発達していない時代だから、連絡が取れなくても仕方ないぜ。そしてナタリアの下山後、ユドミラたちが下山していないことが判明した。ユドミラの登山チームは、完全に行方不明になっちゃったのね。数日後の8月10日、ユドミラの登山チームの一人であるバレンチナ・ウトチェンコが発見される。彼女は血まみれの姿で川の岸を歩いているところを保護された。血まみれですって。その血はすっかり乾いていた。発見時の彼女はひどく興奮していて、会話が難しい状況だったぜ。どうやらただの遭難事故ってわけじゃなさそうね。しばらく経った後彼女は、あの時何があったのか、その重い口を開いたぜ。天候が悪化した翌日、リーダーのユドミラは登山を中断し下山することを決定した。無理に登らないのはいい判断だわ。しかしその時、メンバーの一人であるアレクサンドルの容態が急変してしまった。口から泡を吹き、顔中の穴から血が出てきたんだぜ。何が起こったの？そしてそのまま、体を痙攣させて倒れてしまったという。同じタイミングでリーダーのユドミラにも同じ症状が現れ、倒れてしまった。ユドミラまで。さらにユドミラを助けようとしたタチアナにも同じく異変が起こる。タチアナは痙攣を起こし、突如岩に這いずり登ったと思えば、そのまま頭を打ちつけて絶命した。今の一瞬で3人も一気に倒れちゃったんだけど、どうなってるのよ。他の4人は大丈夫かしら。残された4人はというと、ユドミラたち3人の凄惨な最後を目撃し、すぐにその場を離れようとしたぜ。しかしビクトリアとティムールの2人も血を吐いて倒れてしまった。ああ、あと2人だわ。なんとか逃げ出すことができたデニスとバレンチナの2人。しかしデニスもまた、痙攣を起こして倒れてしまう。それでバレンチナだけが山を降りたのね。そういうことだぜ。仲間たちを襲った謎の症状は発症せず、無事に逃げ出せたバレンチナにもまだ困難が待ち受けていた。あとは山を降りるだけじゃないの？
さすがに身一つでは、下山するのに心もとない。バレンチナは食料を取りに行くために、仲間たち6人が倒れた現場に戻ることになった。そんなの危ないよ。なんとか食料を手に入れることができたバレンチナだが、そこで仲間たちの絶命を確認したという。仲間の遺体を確認しながら食料を探すのは、きっと怖かったし、悲しかったでしょうね。テントと食料を手に一人山を降りるバレンチナ。4日ほど孤独に歩き続け、川を見つけることができた。その川を辿っていたところを、保護されたのね。一体この登山チームに何が起こったというのかしら。司法解剖の結果は、ユドミラが心臓発作、他の6人は低体温症が原因で亡くなったという。排水士と栄養失調も起こしていたようだぜ。あれ？でも7人が登山したのは、確か8月の話だったわよね。そうなんだぜ。もちろん山によっては8月のような真夏でも雪が残っていたり、急な大嵐に巻き込まれて低体温症になる可能性もなくはない。しかし彼らは大雨に見舞われた時にすぐにキャンプを張り、食事もしっかりとっていた。なんだか他に原因があるような気がするわ。まず考えられるのは、毒物だ。山に自生している有毒のキノコを食べた可能性や、山脈の近くにあるバイカル湖に異変が起き、彼らに悪影響を及ぼした可能性があるぜ。毒キノコねえ。食料を持って行ったのに、わざわざ正体不明のキノコを口にするなんて変だわ。そうなんだぜ。そこでもう一つ考えられるのは、生物兵器の実験に巻き込まれた可能性だ。確かに、口から血を吐いたり痙攣が起きたり、人工の毒物の仕業っぽいかも。しかしこの可能性も非常に低い。どうして？ハマルバダンが人気の登山スポットだからだぜ。あ、そっか。人目のつくところでそんな実験なんて、さすがにしないわよね。真相を知る鍵になるのは唯一の生存者、バレンチナだけだ。しかし彼女はこれ以上事件について語ることはなかったぜ。仲間たちの凄惨な最後を思い出すのも辛いものね。この事件のような惨劇が二度と起こらないよう、祈るしかないわ。2. 時空移動列車。次に紹介するのは、時空移動列車だ。時空移動、つまり列車がタイムトラベルしちゃったってこと？そうだぜ。この事件が起こったのは、1911年6月、イタリア、ローマを出発してイタリア北部のロンバルディアの景色を楽しむ列車が、イタリアの鉄道会社ザネッティによって運行された。アルプスの山々やその合間を流れる川など、美しい景色が車窓から望める旅だぜ。列車は3両編成で、贅を尽くした豪華な作りをしていた。聞いているだけで乗ってみたくなるわね。ああ、そうだな。この列車が、時空移動列車じゃなければな。そうだった、この列車タイムトラベルしちゃうんだった。でもタイムトラベルなんて起きるわけないわよ。きっと列車の乗客も誰一人、そんな心配はしていなかっただろう。この豪華列車は当時も話題になり、その姿を写真に収めようと国内の新聞記者やカメラマンたちが集まった。彼らが待ち構えたのは、800メートルの長さのトンネルの出口だ。トンネルを抜けた瞬間の列車って絵になるものね。しかし彼らがいつまで待っても、豪華列車はトンネルから姿を見せなかったぜ。まさかトンネル内で事故が起こっちゃったんじゃ。そう思った作業員が、急いでトンネル内を確認に向かう。しかしそこには豪華列車の姿はなかったんだぜ。ほ、事故じゃなくてよかった。って、事故じゃなかったらどこに消えちゃったの？そう、それが問題だ。なんと豪華列車は乗客を乗せたまま、どこかに消えてしまったんだぜ。現場には豪華列車の乗客と思わしき二人が取り残されていた。無事だった人がいたのね。この二人に話を聞いたら、何が起こったのかわかりそうだわ。彼らの口からは、にわかに信じられない出来事が語られたぜ。ローマを出発した豪華列車は、特に何の問題もなく線路を進んでいた。乗客も景色を楽しみ、列車の旅をゆったり満喫していたぜ。しかし問題のトンネルに入る直前に突然、奇妙な低いブーンという音が鳴った。そしてトンネルから吹き出すように広がる乳白色の霧に包まれてしまったという。トンネル内で火事が起きたのかしら？車内はパニックに陥り、たった二人だけが列車から飛び降りることができたんだぜ。私だったら怖くて飛び降りれなそう。二人は勇気があったから助かったのね。彼らが気づいた時には、今まで乗っていた列車の姿はどこにもなくなっていたという。この事件は列車がタイムトラベルしたと、イタリアの都市伝説として語り継がれているぜ。イリュージョンやマジックとは思えないし、本当に列車はどこに消えちゃったのよ？海に落ちたとか？この旅はローマからイタリアの内陸部に進んでいく旅なので、近くに海はないぜ。でも、列車が消えただけじゃ時空を移動したかどうかはわからないじゃない。もちろん話はここで終わらない。
豪華列車が消えた1911年から44年後、1955年のことだ。ウクライナのとある小さな村で、3両編成の古い列車が目撃された。目撃者によるとそれは明らかに時代にそぐわない、古い作りをしていたという。さらにちらりと見える列車の乗客の姿も、どこか古めかしい格好をしていたのだとか。まさかこれがイタリアで消えた豪華列車だというの？そう、44年前にイタリアで消えた豪華列車だというんだぜ。この豪華列車と思わしき列車が、イタリア以外でもドイツやロシア、インドでも目撃されている。地元を走る列車の見間違いじゃないの？その古い列車は、線路のない場所でも目撃されているんだぜ。線路がない場所に現れるなんて、怪しすぎる。非常に怪しいんだぜ。その列車たちが本当にタイムトラベルした列車かどうかはひとまず置いておいて、どうして列車が消えるなんて事件が起きたのかしら？やはりまず考えられるのは、実際にタイムトラベルが起きた可能性だ。まさか、タイムトラベルが一番ありえないでしょ。実はタイムトラベルは、理論上できると言われているぜ。光よりも早く進むことができればいいんだ。え、そうなの？ちなみに現代の地球の科学力では、光の速さに達することもできていないぜ。じゃあダメじゃない。高速を超える物質がこの宇宙のどこかに存在し、たまたま1911年のイタリアにやってきて、時空移動列車が作られたのかもしれないぜ。そんな夢みたいな物質が宇宙に存在しないことを証明できないから、ありえないと言い切れない。しかし現代の技術ではタイムトラベルは、ほぼ 100% 起こり得ないのは確かだぜ。現代でも同じような事件が起こるとしたら、その原因は集団幻覚だろう。すべてが幻ってこと？そうだぜ。1911年に豪華列車が運行するということ自体が幻で、豪華列車の乗客も、記者やカメラマンも地域住民も、みんな同じ幻覚を見ていたんだ。そんなのありえるの？高速を超える物質の存在と同じくらい、信じられないことなんだけど。実際に数十人から数百人の集団幻覚が起こることはある。幻覚ってすごいのね。この件に関して集団幻覚に関係する興味深い記録があるので、最後に紹介しておこう。1845年にとある医師が集団幻覚の患者を複数人、診察した。患者たちは1907年のタバコを持っていて、ローマからザネッティの列車に乗ってきたのだとか。1845年に存在するはずのない未来のタバコを持っていて、ローマから列車に乗ってきた。まさかこの患者たちが、豪華列車の乗客。本当にタイムトラベルが起こっちゃってるじゃない。以上、時空移動列車の未解決事件を紹介したぜ。ちょっと、こんな気になるところで終わらないでよ。3. 秩父貯水槽事件。続いては埼玉県の秩父市で起きた未解決事件を紹介しよう。1977年12月、埼玉県秩父の防火用の貯水槽の中から腐乱した遺体が見つかった事件だ。腐乱した遺体？大事件が起きちゃってるわ。遺体を発見したのは、地元の消防団の男性だった。貯水槽の定期点検の際に、異臭に気づいた男性。貯水槽を開けるとそこに何かが沈んでいることに気づいたぜ。それが遺体だったのね。ああ、そうだ。貯水槽の中の遺体を回収しようと持ち上げるが、崩れてしまうほど腐敗が進んでいた。被害者は10代から20代の若い妊婦だった。彼女はセーターを着ていたという。散歩中に事故で貯水槽に落ちちゃったのかしら？貯水槽の蓋が開いているのに気づかなかったとか。いや、彼女は事故ではなく、殺人事件の被害者だったんだぜ。殺人事件？ということは犯人がどこかに潜んでいるの？そういうことになるぜ。しかし犯人どころか、遺体の損傷が激しく、被害者の身元の判明も難しいほどだったぜ。どうなっちゃうの？被害者が発見されて3日目、無事に犯人は逮捕された。犯人は女性の交際相手の男だった。2年前、妊娠をきっかけに結婚を迫られて殺害してしまったのだという。なんて身勝手な理由なの。何にせよスピード逮捕でよかった。でも体が崩れてしまうほど腐敗していたのに、よく被害者の身元が特定できたわね。身元特定の鍵になったのは、歯の治療痕だったという。歯の治療痕？秩父一帯の歯科医院のカルテと照合し、身元が判明。その結果、犯人である交際相手の男にすぐにたどり着くことができたんだ。素早く堅実な捜査が犯人を捕まえたのね。それで、犯人が逮捕されているのに、どうしてこの事件が未解決の謎なの？この事件に秘められた謎は、犯行方法や犯人の動機ではない。実は彼女の遺体が見つかる前、現場付近ではある幽霊が目撃されていたぜ。幽霊？セーターを着た、女の幽霊だ。セーターというと、この事件の被害者もセーターを着ていたって話だったわね。さらに女の幽霊は、顔が崩れていたという。確か事件の被害者も、
貯水槽から持ち上げるのが難しいくらい体が腐敗していたのよね。まさかこの幽霊が、被害者だというの。そのまさかなんだぜ。誰かがこの事件の噂を聞いて、幽霊のふりをしたんじゃない？それはありえないぜ。幽霊が目撃されたのは、被害者の遺体が貯水槽から発見されるより前だった。犯人と、貯水槽の中に隠された亡くなった被害者しか知り得ないことなんだぜ。でもまさか殺人事件の被害者の幽霊が本当に出るなんて。実は目撃されたのは幽霊の姿だけではない。お化けが出ると落書きされた岩が、遺体の発見前に目撃されていたぜ。さらにその岩は、毎日少しずつ現場の貯水槽の方角に動いていたのだとか。これも遺体の発見前のことなの。まったく、タイミングが良すぎるいたずらだわ。ちなみに岩はそこそこの大きさがあるので、人が簡単に持ち上げたりはできないぜ。じゃあ誰の仕業だっていうのよ。幽霊の正体も、落書きされた動く岩の正体も解明されていない。さらに岩は被害者の発見を、いつの間にか姿を消していたのだという。なんだか私には、被害者の女性が貯水槽にいることを誰かに見つけて欲しかったように思えてきたわ。ああ、私もそんな気がするぜ。4. チュパティアストーン。1996年12月、エジプト南部で隕石が発見された。4世紀のギリシャの女性哲学者の名前を取って、チュパティアストーンと呼ばれた。なんとこの隕石は、太陽系が完成するよりも前に生成された可能性があるんだぜ。そんな貴重な隕石が見つかったの？そもそも隕石とは、地球の外の宇宙からやってきた石のことだ。隕石というと大きな岩石をイメージしがちだが、実は小石程度のものがそのほとんどを占める。地球では毎年数千個から数万個も隕石が落ちているんだぜ。私たちが気づかないうちに、そんなに落ちてきているのね。道端の小石が実は隕石だった、ということもよくあることだ。隕石は大きく分けて鉄隕石、石質隕石、石鉄隕石の3種類がある。チュパティアストーンは、この石質隕石の中のコンドライトと呼ばれる隕石の一つだ。そのコンドライト隕石っていうのが、超レアな大発見なのね。いや、コンドライト隕石自体はありふれた隕石だぜ。むしろザ、隕石という見た目をしている鉄隕石よりもずっと普通の石の見た目をしているので、気づかず見逃されていることも多い。私たちが何も知らずに見たら、ただの石ってこと？そんな普通の隕石が、太陽系が形成される前にできたなんて到底思えないんだけど、チュパティアストーンも大きさ数センチ程度の、見た目は普通の隕石だ。しかし調べてみるとこれはただの普通の隕石ではなかったんだぜ。コンドライト隕石の石の中には、数ミリの小さな粒子が含まれている。この小さな粒子は、隕石が急加熱された後急冷却されたことによって作られるんだぜ。ふむふむ、小さな岩の中にさらに小さな粒子が入っているのね。でもそんな小さな粒子、大気圏で燃えたりして、形が変わっちゃうんじゃない？周りの石に覆われている上に落下もあっという間なので、粒子は宇宙にあった時のままの姿を残すんだぜ。もちろん地球にたどり着くまでに、ポロリとその粒子部分だけが抜け落ちていることもよくある。へえ、そうなんだ。宇宙にあった時のままの姿が残っているとなると、わかることも多そうだわ。調査の結果、チュパティアストーンは、太陽系の形成期のチリやガスが集まった天体の破片の可能性が出てきた。だから、太陽系の最古産の可能性があるってこと？そういうことになるぜ。それだけじゃなく、チュパティアストーンは地球の生命の起源の可能性もあるんだ。生命の起源ですって？よく地球の生命は隕石に乗って宇宙からやってきた、と言われることがある。地球の生き物は地球で発生して、進化していったのだとばかり思っていたわ。大元をたどっていくと、地球という惑星も宇宙から生まれている。地球という惑星ができた後、宇宙空間から生命の元となる物質がやってきたかもしれないんだぜ。なんだか鶏が先か、卵が先かみたいな話になってきた。実際隕石の中に微生物やアミノ酸が見つかることもある。そのほとんどが地球に落ちてから付着したケースがほとんどなのだが、チュパティアストーンは違った。何か発見があったのね。チュパティアストーンには、多環方向属炭化水素、複数のベンゼン環を持つ化合物が含まれていたんだぜ。それこそがチュパティアストーンだけが持つ秘密の物質。いや、炭素製の外層大気中で作られる化合物で、宇宙ではよく観測される。しかしこの多環方向属炭化水素は、紫外線を当てると、アルコールやケトンなどの化合物に変化する可能性を秘めているんだぜ。これはシアン化水素やホルムアルデヒドなど、生命の元になる物質に変化する物質ということだ。それは生命の元と呼ばれるのも納得だわ。ということは私たちはこの石から生まれたってこと？まあそれは極論になってしまうが、地球の生命の発生のきっかけになった可能性はゼロじゃない。
地球の生命の起源については、未だ解明されていない謎の一つだ。チュパティアストーンのような、新たに大きなヒントとなる隕石が見つかることが期待されているぜ。チュパティアストーンが落ちていないか、私も散歩中に目を凝らして探してみるとするわ。5. 一角獣の頭蓋骨。最後にカザフスタンで発見された、ある一角獣の頭蓋骨の化石について紹介しよう。一角獣というと、ユニコーンとか？でもユニコーンは伝説上の生き物だから、ありえないわね。この生物は別名、シベリアのユニコーンと呼ばれているぜ。シベリアのユニコーン？まさか本当に伝説の生き物のユニコーンの化石が存在したの？謎の生物の正体は、エラスモテリウムという生物だ。ユニコーンではなく、サイの一種だぜ。エラすぎてモテすぎちゃう、サイ？エラスモテリウムは体長 4.6 メートル、体高は2メートル以上、体重は推定5トンという、史上最大のサイの一種だ。現在動物園で見かける白サイよりも一回り以上大きい生物だぜ。サイの仲間って聞いたら、ユニコーンみたいな角があるのも納得かも。サイの鼻先にも立派な角がついているものね。エラスモテリウムの角は、現代に生きるサイの角よりもはるかに大きいぜ。推定2メートルはあったと考えられている。2メートル。現代のサイの角も結構大きいと思うけど、そんなに大きな角何に使うのよ？5メートルくらいの体に2メートルの角が生えていたら、正直邪魔になりそう。エラスモテリウムの大きな角には、いくつか使用用途があったぜ。まずはライバルと戦うための武器だ。これは想像がつくわね。現代の野生動物でもよく見るわ。次に雪を払うためだ。雪？雪が多い地域に生息していたので、雪かきスコップのような役割があったと思われるぜ。除雪車みたいに雪をかき分けて進むのね。それなら大きな角が前面にあるのも納得かも。体のサイズと角が大きいこと以外は、大体現代のサイと似ているのかしら？エラスモテリウムと現代のサイには、もう一つ大きな違いがあるぜ。エラスモテリウムは現代のサイよりも足が長く、馬のような見た目に近かったという。現代のサイは時速30キロ程度で走ることは、知っている人も多いだろう。そうそう、サイって意外と足が速いのよね。しかしエラスモテリウムは足が長い分、それ以上に速い速度で走ることができたと推測されるぜ。大きな一本の角が生えてて、馬のように足が長かったなんて、さらにユニコーンらしくなってきたわ。そうだな。実はエラスモテリウムは35万年前に絶滅したと思われていたんだが、化石の発見によって、2万6千年前までカザフスタンに生息していたことが判明したんだぜ。35万年前が2万6千年前となると、かなりの大発見ね。どうしてそんなことがわかるの？見つかった頭蓋骨の化石を放射性炭素年代測定にかけて、どの時代に生きていたか調べることができるんだぜ。なるほどね。エラスモテリウムの頭蓋骨の化石はひび割れていたが、大きくは損傷していなかった。状態のいい化石だったぜ。それでマリサ、例の物はどれくらいの大きさだったのよ？何の話だぜ？きっと頭蓋骨と一緒に、角も見つかったのよね？ 2 メートルの角がどれだけの迫力だったのか、早く知りたいわ。霊夢、残念だが、角は見つからなかったぜ。それじゃあエラスモテリウムに、2メートルの角が生えていたかどうかわからないじゃない。頭蓋骨に角を支えていたと思われる骨の塊が確認されたので、角が生えていたことは確かだ。そうなんだ。でも状態がいい頭蓋骨だったのに、どうして角は見つからなかったの？どれだけ探してもエラスモテリウムの角は見つからないだろう。そんな、探してみないとわからないじゃない。実はエラスモテリウムの角は、毛が固まってできたものと考えられるんだ。毛ですって。これは現在のサイの角も同じで、ケラチンというタンパク質が固まってできている。骨というよりは、爪や髪の毛に近いものなんだ。爪や髪の毛、それは残らないのも納得だわ。一切痕跡を残していないのが不思議だったけど、そもそも形を残すことができない物質なのね。こうなると気になるのは、エラスモテリウムの絶滅理由だわ。やっぱり角が大きすぎるのが良くなかったのかしら？エラスモテリウムが絶滅した理由はまだ解明されていないぜ。そもそも絶滅した年代も、まだ確定したわけじゃないからな。そういえば35万年前に絶滅したと思われていたのに、それよりずっと長く生きていたんだものね。今後の発見によっては、さらに後の時代まで生きていたことがわかるかもしれないわ。というわけで今回は、未だ解明できない世界の謎5000について解説したぜ。タイムトラベルや幽霊、絶滅動物だなんて解明できなくて当たり前と思ったけど、解明まであと一歩のところに近づいていたりもして、逆にびっくりしたわ。そうだな。今後科学技術が進歩していくことによって、タイムトラベルや幽霊が解明される日も来るのかもしれないぜ。
というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。